どうしますかね。なんか書いてありますね。横浜大世界と横浜大世界博覧会。博覧会何だろう。でかくないですか。すごい。でかい。でかいですよね。あ、1個食えない。1個絶対食べれない。じゃあ1つ、1人、2人で1つ、うん、めっちゃでかい、うん、なんどれか俺どれ食いたいか当ててあげる。当ててくれます。ああ、どれっぽいですか。フカヒレ。もう惜しい。惜しい。でも正解っていいですか。はい、こっちが悩んでる。それ普通じゃん。なんか普通がいいかなと思って。はい、じゃあ、フカヒレにしましょう。ちまきでもいいですね。はい、食べた後は、こうやって歩かないと。歩かないと、はい、運動。そう、運動しないと。うん、運動してる？運動します、します。何してんの？なんか、ヨガとか。ヨガ、はい、ヨガってことは何？体が柔らかいんですか？体は柔らかいです。え、どのくらい。なんそんなプロ並みにはあれですけど、ええ、Y 字できないぐらい。 Y 字できないくらい柔らかい。あのペタンってつきますね。ペタンってって、あ、手伸ばして。はい、本当に。じゃあこのど真ん中でやってびっくりしますよね、この人がいっぱいいる中で。じゃ、ちょっとやってください、やってください。はい、ここで。はい、ここで。本当に。ほんとほんと。嘘だ。ほんとほんと。えバッグ持ってて。はい、はい、次、行きます。はい、できるかな。いっぱいだしな。ていうか、嘘つきじゃん。できないじゃん。じゃ、待っててください。あとでもう一回。はい、あとでもう一回。半額以下で使ったの。似合いますか。ああ、いいかも。結構長めなんですね。うん、え、それ長い。長そう、これ今より全然。あ、本当だ。どれが一番いいかな。うん、ちょっと選べないから。選べない。じゃあ俺が今から内緒で買います。え、本当。内緒で。なのであっち行っててください。あっち、ダメ。そうだ、そう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 、それそれちょっと2、3分待ってて。ここ。そう、ここ。てか、めっちゃ綺麗でしょ。近く行ってみてもいい？いいよいいよいいよ。綺麗だな、ね、ホテル。あ、綺麗でしょ。すごい。ね。うん。え、そのヨガのそのあれを見してよ。ヨガ？うん。プーツ脱いでもいい？いいよ。プーツ脱いじゃおう。なんかよくあるやつ。あ、よくあるやつ。そう、普通に小屋でペタってつくことはできる。うん、いい、うん、さっきできなかったじゃん。え、できるよ。さっき行くよ。いいよ。ほら、あ、ちょっとなんか弱くなそれ言い訳じゃないの。